アメリカ西部の砂漠で芸術の祭典バーニングマン、ネバダ州ブラックロック砂漠で毎年恒例の芸術と音楽の祭典バーニングマンが開催されている。開始から25年を迎える今年は通過儀礼をテーマに砂漠を舞台にしてアート作品が展示されたりパフォーマンスが行われたりしているそうです。たどり着くまでがすごい大変とかだと面白いな、それ。そうですね砂漠の真ん中でやってます。そうですね、砂漠の来ることができるもんなら来てくださいでもすごいですよ、1日あたり5万人の入場が許可されているらしいですよ。5万人が砂漠に行くわけですね、わざわざ。しかもそうなんだ、今年は初めてチケットが完売したらしいですよ。今まで完売しなかった逆に言うとそんな砂漠まで行ってられるかっていうまあまあまあ確かに。でもそれはそれなりに行く手段があるから行けるんだろうね。そうですね、まあ、ラスベガスだって砂漠の真ん中にできた町ですし、あ、言われてみればそうなのかもしれないけど、まあ、確かにそうですよね、うん、まあ、今は砂漠でも、その何千万何千年前は、はい、緑が茂ってたところも多いわけですし、そうですね本当に、はい、サハラ砂漠ってそうらしいもんね。結構その発掘されるものには、はい、その穀物をすりつぶすやつとかさ、はいはいはい、そういったものが結構発見されてるんだって。だから結構緑豊かな場所だったっていうふうに。だから中国にも、まあ、中国もそうだけどさ、はい、そう、砂漠あるじゃん、はいはい、だから砂漠あるけどあれだって、そもそもずっと森林であったわけで、はい、あれが砂漠になった原因っていうのはバニーの長城を作ったからっていうすげえなそれって、まあ、あれだけのものを作ると、うん、バニーの長城を作っただけで、まあ、作っただけであれだけのものを作ればそれあんだけの広大な砂漠が出来上がってしまうってそれさ、未来のどれだけに迷惑かけるバリーの頂上を1個作るのに、ね、確かにすごいことだけれども、はい、未来にかなりの迷惑かけたぜっていう。そうですね、するけどね、宇宙飛行士から見てもさ、はい、地球はなんかもう青く感じなかったっていう名言があるようですね。そうなんです、青かり続いて、はいはいはい、でその宇宙から見た時に船の航路まで見えるんだって、はい、そうなんですか。で、それですごいびっくりしたっていうのを聞いたんだけど、はい、見えるか見え飛行機で見てもそうそう見えない、見えないですよね、結構遠いぜ、はい、飛行機できちんと目を凝らして見た時に、はい、あれ船か、あれ航路かっていうふうに思ったんだけど、宇宙で見える、まあまあ宇宙飛行士目いいからな。いや、そういう問題ですか目の良さとかの問題ですか。ギニアの人とか 5.0 だったりするじゃないまあそうですけど、遠くの島が見えるようにそうですけど前芸術作品でさ、はい、面白いなって思ったのが、はい、何だったかな、船っていう名前の作品だったんだけど、はい、船っていう作品で、でニューヨーク美術館からに、はい、まあもう30年ぐらい前の話だけど実際は、はい、出たとしては、はい、にずっとその2ヶ月ぐらい展示されたのって、はい、2ヶ月間ずっとそれが反対だってことに気づかなかった上下逆さまだってことにずっと気づかなかったっていうことが2ヶ月経ってこれどうも逆さまらしいっていうもうあれなんでしょうね、見てる人は見てる芸術だからこういうもんですからねだから一瞬ね、これ芸術作品かなと思ったらただのね、灰皿だったっていうこともあるように逆に言うと、ゴミだと思って撤去、捨てられたものが、それちゃんとした作品としての展示物だったっていうゴミと間違われて捨てられてしまったけれどもそういうことっていうのはままにしてあるらしいですから。ああ、やっぱあるんですね。アートの世界っていうのは分からないもんですよ。分からないですよ。分からないですって。たつきさん、何でしょうかね。元帥、アータン、こんばんは。あ、アータン。あ、アータン。ああ、アータン。アータン。新しい。新しいね。新しいですね。アータン。某ポータルサイトの記事を眺めていた時のことです。はい、全国の女子によるデメキンの違い、デメキン研究会という見出しを発見。男女でデメキンの印象とか呼び方が違うのかと、変な研究してるなぁと思いクリックしたところ、現れたページにはデメキンどころか金魚のイラストすらありませんでした。不思議に思ってよくよく見てみると、デメキンではなくて、デキメン、できるメンズ。デキメンの、できるメンズの略、デキメンでした。今年は金魚すくいを見てないなと思いつつ、なぜか悲しくなりましたデキメンってのがあるらしいです。デキメンですか。できるねーって
まあ、イケてるねがイケメンだったわけだから、はい、でイケメンではダメなんだよ。あイケメンっていうのはただイケてるだけの話で、あなるほど、できるやつじゃないと。あなるほど、できるやつはできめんですよと。なるほど、なでもできめん、いやいいってもんじゃないけどこうやっていろんな言葉が生まれては、はい、市民権を得ずに消えていくってことがあるんだろうね山ほどあるの、ね、山ほどあるんでしょうね。こういうところでちょっと拾われたりもするわけですよ、デキメン、救われたりするわけですよデメキンのようにちょっと救ってみましたよイクメンっていう言葉はでもまあそれなりに、そうですね、イクメンは定着しましたよね、うん、最近なんかもうね、うん、基本的にまあイクメンだよね、その君は本当に、まあ、そうですね、ラインは確実に、はい、料理はするわ、はい、猫の体操の面倒見るわあ、イクメンですね、イクメンだよな、はい、そういう意味ではなんかね、なんか元帥の生きづらい世の中になったというか元帥型っていうのは、はい、なんか最近流行りではないよねこのタイプっていうのは大概のことできる家のこと大概のことはできませんっていう大概外食ですけどそれがどうかしましたかダメですかそれじゃあ、いいんじゃないですか、うん、まあ、でも前回のイフだって、はい、まさにそれがテーマだったもんね、結構イクメンをテーマにして、確かに、うん、大師が どれぐらいそういう、はい、料理ができるか家事ができるかとか、はい、子供の面倒を見られるかとか、はいはいはい、うん、すんげえ大変だったんだから一日一日知り合いの子供の面倒を見るっていうような企画はそうですね、あれ、うん、あの日確か大雨に降られた日でしたっけ。あ、よくご存知あのロケ行った日は大変だったんだ、本当大変だった、このカメラ回ってるとか回ってない関係ないからな本当に動物の子供っていうのはそうですね、カメラ回ってる時だけでいいんだよっていうことは通用しないわけで全て全力ですからね、全力だからしかもそのね、まあああいうのってさ、はい、段階的にちょっとこう仲良くなってほしいのがあるじゃない、はいはい、そういうのもねなくで全力だったりとか最初もうちょっと物おじしてほしいとかさ、はいはい、そういうところが少し心開いてとか、はい、いうふうに撮る方とか考えてたらしいんだけど、はい、最初からもうドーンとぶつかってくる感じだったんで、あ子供ってそうですよね、全力でいきなりこうあの壁取っ払ってくるか、すっげえ壁を作って全然近づいてこないか、どっちかどっちかっていうのを考えるとね、まあ大変でございましたっていうか、まあまああれが毎日なんだよな、ご家庭っていうのが、そうですね、すごいなっていう、すごいですよ、そりゃ育児やってくれる人の方がいいだろうっていうするよね確かにそんな猫の大佐に、そうだ、君の扶養家族の猫の大佐にお便りが来ております、はい、あらら、猫ゆきさんから、はい、猫の大佐こんばんは、こんばんは、こんばんは、ちょっといないけど秋の匂いも混ざり始めた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。毎日温度差が激しい季節ですね。もうすっかり寒くなりましたよ、結構、うん、ここ暑いけど、そうです、だから確かにあ、そうそう、だからね、本当にね、温度差激しいんだよ本当激しいですね、ちょっとタバコ吸いに外行ってきますっていうふうに言ったら寒っとなんだここ換気してんのかなと我が家の猫はその日の気温に合わせて寝る場所を変えています。暑い日は私の部屋を出てすぐの床の上、ドアは開けてあります、はい、少し涼しくなると私の顔のすぐ横に、寒い朝などは布団の中で共に眠ります。おまあそうだね、その一緒にペットとかかってる人にとっては、うん、一緒に寝るのってまあ至福の時なんでしょうね、こう、まあ、醍醐味ではありますね、ふくふくしたものと、はい、猫の大佐も真島さんと添い寝をしてあげる日もあるのでしょうか。では失礼します、お体ご大大切にお過ごしくださいませ。猫の大佐は添い寝してくれるんですか。最近はないですね、暑いからなのか何なのか、結構あのちょっと寄ってくるところもあるんですよ。寄ってきて、あ、可愛いな、寄ってきたなって、それで一緒に寝ようかなって思ってペッて言っちゃうんですよ。あ、何を求めてるのか、生存確認だろうな生きてるかな生きてるかなって、あ、心配されてるんですね。いやいやいや、この人が止まった時に餌が止まるってことなんですこいつが動かねえと餌がもらえないわけだから、あ、死んでんじゃねえかってあ、生きてるかって、あ、ってことは明日の餌もあるってことだっていうその確認にはしてるんだね。あ、なるほど、そういうことなんですね。尻尾立てて冷静だな、うん
尻尾膨らまして。すごい太いですからね。なんであれ尻尾膨らまして生きてるんだろうね、彼は。本当ですね。すんごい膨らましてますね。うん、この前、いつだっけ、機材トラブルがちょっとこれあってからさ、はいはいはい、つい最近か、はい、あのつい最近かというか結構時は空いてるんですけど、ええ、その間にあの猫の大佐が左足から歩くのかどうかをちょっと確かめたじゃないですか、はいはい、確かめに行ったじゃないですか、はい、確かめに行ったじゃないですか、私が行っただけだけど、ええ、僕見てましたけどうん、その時にあのちょっとバトルになった猫の大佐とバトルをそうですね、はい、バトルしてたんだけど、ええ、結構夏っこいよ、夏っこいですね、本当に夏っこいなと思う、あのあのすんなりとバトルできる、全力で来るじゃないですか、はい、本当に顔やられたの結構きつかったなっていうかきついな、きついですね今まさに、はい、うん、夏っこいですよね、どうなんだろう、分かるんですかね、ちょっとね、あのだからこの日刊元帥見ていると、はい、どっかで元帥の髪の毛が妙に前髪を垂らし始めた、どさっと垂らしたなっていう瞬間があったような気がするんですけど、うん、そうせざるを得ない、そうですね、ブラックジャック以上の傷がかなりの攻撃力でしたよね、うん、だからね、手とかでこうやってやる分にはね、絶対このちょこっとやられてもまあ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 一日で引くぐらいの怪我になるようにちょっとやってたんだけど、顔は結構やってたんだけどな、一瞬あれは本当にカウンターだね、あー本当に綺麗に決まった、だからもう全部赤い肌がパパパって上がった感じ、はいはい、イポ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 ぐらいの綺麗さだったね、ちょうど罠にかかったんだよ、彼が。こっちがいろいろとちょっと仕掛けてたら、はい、罠にかかって、くるっとひっくり返って、はい、その瞬間、ガッと、はい、抱えて、はい、ほら、捕まえたって感じにした瞬間に、あの時、ね、この大佐の左前足だけは、はい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 、フリーになってたんだよね。なるほど。それを僕は気づかなかったんだろうね。そうね。てか、0.0 何秒ですよ。ほら、捕まえたの瞬間の、バシャッ一番今までで強い力で、うん、ザワッといきましたね、いきましたね、うん、本当に未だにすごい傷ですねこれ本当にね、僕はだからびっくりしましたよ、うん、そんなあんなに血が出るんだってぐらいうわゲスの顔に斜めに赤い筋がバシュッとこんだけ血出るんですかっていうぐらいもうかなり出てましたね、うん、本当にこれ明日からどうしようってでこの日刊元帥すらどうしようどうしようもうなんとかこうやってやればわかんねえかと思いながら、はい、あの日々とりあえず本当に前髪全部下ろしてなんだろうこの人ってぐらいの帽子目深にかめっちゃ怪しいですね、うん、日々ちょっともうもう日々結構さ、はい、そしたらその後さ、はい、わりかし結構大事な打ち合わせが結構続いたのね、はいはいはい、だからもう会うたびにしょうがないじゃない、しょうがないですよね、しょうがないからさ、はい、もういいやって感じで逆に髪の毛上げて手がしてオールバックぐらい上げて、はい、もうあの猫飼ってるわけじゃないんですけどって最初その話から入っても見た瞬間になんだこの斜めっていう感じの雰囲気だったからなんだろうこの人、うん、綺麗に本当に日本刀でスパーンってやられたのかっていう入り方してたから本当ですよ、まあ、猫だって言われなかったらちょっと聞きづらい感じですよどうしたの本当に本当にこれ刀傷っていう感じの綺麗な入り方してるもんな、まっすぐですからね、うん、猫の体操のいい左持ってんねっていい黄金の左持ってるねって感じだったよあれは、あという形で猫の体操降格させてやるって、はい、おっとこれでただで済むと思うなお相手は元帥ことが住むと終戦とマジックとマジマーラタでした、天下御免の向こうキスバイ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 